それは違うちの役だろうが、藤沢市の中に撮影パート5。スピードくらいやわ。今日の方行くのがめんどくさくなってしまったので予定変更しています。ご了承ください。石川大山、余談ですがここ昔僕。なあ、ここ入札案件を見てみたんだが特に更新されるなんて記述はどこにもなかったぞ。交差点名はあったけど。廃止されるわけはないと思うんですが、おそらく制御機の交換とかボール移設とかそんな感じでしょう。NSR にデスノン更新するわけないじゃないですかも。しかも、なんか標識のところにボールが置かれていました。何するんでしょうかね。まさか本当に廃止。そんなことより私が気になったのは、地名版のローマ字のところなんだが。確かに、地名版のローマ字としては珍しくしっかりしたローマ字表記になっていますね。地名版に違いなんてあるのか。話したらキリがないので割愛。車道はこんな感じですね。歩道に至っては、夕方となっています。下2桁と4桁の違いは何？長野県じゃないですって、藤沢市です。お次は諏訪花公園の前にある交差点です。ここには鉄板がいるんですが、ここの鉄板がくせつつ。あー、すどぐきゅうえあぐひおやじこあとじゅふばふけあご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 じゅこの交差点には、緑レンズの鉄板が4基、最終型鉄板が1基、小糸第3世代おにぎりが6基いる状態となっている。この大開放具合にうく主は発表しているのだが、確かに結構開脚していると見られる。っておい、そこで何してるんだよ。見てわかんないの？乗せているんだよ。よそでやれ。緑レンズの名盤は以下のようになっています。歩道は平成世代で、まあ妥当っちゃ妥当ですね。動画を出しておきます。やっぱり屈折は素晴らしいです。というわけで叫びます。あの動画を撮影し忘れるという盛大なミスをやらかしています。それを言ったらおしまいでしょ。一応撮影してあるんですがあまり公開できるような形になっていないのでワイプで小さく映しておきますね。
際撮影しに行くの疲れました。あと19交差点どうするんだよ、おい。ここで一つ考えがあります。次回のパート6で、ダイジェストとして残りの交差点をバババッと紹介したいと思います。その際に、そっちでいる写真のみ撮影しに行くこととします。ごめんね。もはや見納め撮影でもなんでもねえ。仕方ないでしょ、忙しいんだから。